危なそうだったからちょっと止めました。あ、はい、すいません。一応何を言うつもりだったの？一応あの神谷さんのやってる某カーディガンでメガネのキャラクターの下半身をエクスチェンジすることにハマってるって話を今言おうと思ったんですよ。ひどいんだよ杉田くん。ちょっと機会があって神谷さんが今あの演じてるあの某 G ラムのあのメガネキャラのあのフィギュア300円でフィギュアがガチャガチャであるんですよ。あれをもらってたまたま下半身を最初はあのキャタピラとかに書いてやったら面白いなって言ってたんですよ。ある時某ワゴンセールになっていた中古ショップで、はい、あのワゴンセールになってた、はい、いろんなギャルゲーとかエロゲーのフィギュアをこれ形合いそうだなーって買っておもむろにカキーンって装着したら見事に合いましてね。これ大変ですよ。これ最悪でしょ、うん、すごい、はい、シャキーンカキーンって作品のメガネっ子の下半身をこうギャキーンって合わせたらあらびっくり、すごいよこれ。ドアホーで引き閉じてなんか写真を見せやがって、これすごいですよ。これすごいけどバカだねって話をこの前したんです。いいでしょ、もう俺27なのに美少女ゲームのフィギュアで合体させて一人で恥ずかしがってんですよ部屋で。多分でも杉田君はそれを合わせるために何体か買ったんだろうなっていうことを考えると、なるほどね、そこちょっとね、うん、まあ素敵な人ですよ。言われなくても死にますよ。はい、とりあえず今週来週は死なないでください。というわけで今週の兵庫でもどうぞ。絶望ネームケリンチョさん、その他たくさんの方から寄せられました今週の兵庫。人が絶望に落ちる瞬間を初めて見てしまった。まいったな。さよなら絶望放送。このラジオはフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、海野先生、聞いてますか？は架空のものです。恥ずかしかったんですよ、ちょっと組み替えるとき。そりゃそうだよ。